次ね、気になってんなんの、これも両方出しちゃう。一番気になってる、正直。ほら、今日は今日が何ですかい。考えてなかったわ。いや、聞いてって言ったじゃん今。今日の企画はコラボ商品、コラボ相手本当に勝てんのか。イエーイ。コラボ VS 本家ってことでいいのか。あ、すごい、ありがとうございます。今さ、食べ物と食べ物がコラボするってめちゃくちゃ多いなと思って。コンビニでよく見るよな、たくさんのコラボ商品。例えばね、これ新しいバカウケのカップラーメンなの。やばくね。そう、これもね、カップ麺とバカウケがコラボしたってことなんだけど、でも元はカップ麺なわけじゃん。バカウケがこいつに勝てんのかって話。そういうことね。だからせんべいの強さが強いのか、うん、麺の強さが強いのか、あるいは他のものになってるかってこと。そういうこと。それをね、今日は検証したいと思います。ねえ、今何食べたい。せーのでいく。せーの、バカウケ。この中じゃないんだ。今企画の何かを聞いたんじゃなくて、今何を食べたいかって。まあ今聞くやつじゃなくね。この中にはないんだよ。ねえだろそりゃ。まあいいや。これ新しく出ました、6Pチーズポテトチップス。どのぐらい表現できるかってことでチーズも買ってきましたよ。おー、ルーレットみたいな、なんか人生ゲームのさ。あー、チーズの味はゼロだわ。美味しいんだけど薄塩って感じ。ほら、もうやっぱね、一発目で来たよ、勝てませんでした。勝者チーズ。やっぱね、所詮ポテチなんだよこれ。もうこんな感じでね、どんどんやっていきたいと思います。どう。2品目、ミルキーシリーズ2つ。ミルキーとチップスター、これもポテチ系ね。あとはナイススティックっていうパンとミルキーのコラボ。結構厚みある。甘じょっぱいのかな。これはね、なんか生クリームと練乳みたいなのが入ってる。しょっぱさ強い、でも甘さも抑えてくれるからちょうどいいかもしんない。練乳感出てますわこれ。じゃあこれは合格ってことです。合格だね。じゃあどうだった、パン。パン言っていい。うん。よくあるさ、ミルククリームみたいな、はい、って言われたらそれなんだけど、でもミルキー感はあるっちゃある。ミルキーシリーズはしっかりそのミルキーさが出されてるってことか、うん、出しやすいのかな。みんなも知ってるチキンラーメンとチョコフレークね。塊なんだね。いい配分じゃない。これは合格。まあ合格。どっちも良さをね、引き立ててるね。よし、あとね、もう麺シリーズが多いわ。今から麺シリーズやるんで、お湯入れてくるんで。お湯じゃんけんする。お湯のじゃんけん、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。どういうルールだ。では、お湯を入れていきまっしょ。はい、はい、豚麺のさ、私この青って何味、何だろう。炭塩味。まあ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 、まあ、ね、これ食べた方がいいね。あっちい。まあうまい。あ、で、殻の実際、これ薄いじゃん。ちょっと薄さも再現できてるかも。確かに。次ね、気になってなんの、これも両方出しちゃう。一番気になってる、正直。せんべいの匂いするの。ああ、もう来てる。本家もいますね。すごい、ごまはね、ちゃんとごまが入ってて、海苔塩の方はなんかね、海苔塩の揚げ玉が入ってる。うん、あれだ、たぬきそばじゃなくてたぬきラーメン。あの、バカウケって思っちゃダメ、たぬきだわ。美味しいね。こっちの方が醤油感あってうまいかも。へー、ちょい甘みがある。でも、こっちはね、再現できてます、マジで。似てるよね。すごい、すごい。いや、できてると思うぜ。もう大合格。大合格だよ、これ。次、ベビースターラーメン焼きそば。普通の焼きそば。焼きそばじゃない、全然違う。ベビースターは、ベビースターで食った方がいい。もう、ベの字もなかった。じゃあ、ラスト。キリのクリームチーズドリンクと、サシャのコラボケーキでございます。いや、キリのチーズより甘くてうまい。あ、めっちゃキリじゃん。あ、素晴らしい素晴らしい。これはもうぜひ飲んでほしい。あ、
次、ラスト。サシャケーキ。今ね、コージーコーナーさんがね、コラボしてんの。じゃあ、サシャ。この層がどれだけシャシャを感じさせられるかがポイントになります。あ、パリパリしてる、もしかして。シャシャのバリバリ感を中のミルフィーユに板チョコが挟まってる感じで表してる。いや、パリパリしてんだ、ちゃんと。すごいね。パリパリを表現できてる。まあ、シャシャかどうか置いといてね。でもなんか、シャシャかって言われると、ちょっとホワイトが弱い気がする。そうそうそう。サシャって結構ホワイト強めじゃない？ということで、シャシャは合格。合格。これ美味しいな。今日のさ、全員のやつでさ、再現度がより高かったのを言おうよ。せーの、バカゲー。その顔何？この顔がデオです。でもさ、バカゲさ、どっちってあんま選べないのよ。そんぐらいね、再現できてた。まあ、結果、全般的にコラボは、いいコラボしてたってことにします。確かに。うちらが知らないだけだったな。コラボってさ、大変だよね。だってさ、コージーコーナーのせいでさ、サシャの印象が悪くなる可能性もあるしさ、このカップ麺のせいでバカウケの印象が悪くなるかもしれないじゃん。真似した相手を傷つけないようにする。で、YouTube とかコラボした相手をさ、尊重しながら自分の動画にするじゃん。うん。だからほんと難しいんだね。うん。うわぁ、芋たりした一気にこのキリで。もういいんじゃん。ということで、次のコラボ商品もやってくれって思った方はチャンネル登録。次は、卵サンドがコラボ考えてくれって思った人はグッドボタンお願いしまーす。ってことで今日もありがとうございました。せーの、ゴンゼー。